方言アクセントをテーマとした SBS ラジオの番組が日本民間放送連盟賞の優秀賞に選ばれ表彰式が行われました。ラジオ教養部門で優秀賞に輝いたのは SBS ラジオギャラリー方言アクセントエンターテインメントなまってんのは東京の方かもしんねえんだかんなです。今日都内で開かれた表彰式には番組の制作とパーソナリティを担当した野地武彦アナウンサーが出席しました。日本語のアクセントに注目し静岡県内の一部や栃木県などの人が話すアクセントのない言葉こそがもともとの日本語ではないかという説を考えるこの番組、受賞を記念して今月12日日曜日の午後2時から SBS ラジオで再放送します。野地武彦さんです。